おお、安助、いつもありがとな。前田殿、いきなりどうしたのですか。いや、何、お前が近くにいるとさ、信長様の顔がなんか柔らけえなと思ってよ。顔が柔らかくなったり硬くなったりしますか。いや、ほら、穏やかな顔っての、最近の信長様は怖え顔してることが多かったからよ。昔は違ったのですか。ああ、俺とバカやってた頃はもっと笑ってたよ。だがもう昔には戻れねえ。信長様を頼むな、安助。心得ました。